イザヤ書の6章の1節から途中までお読みいたします。新共同訳聖書です。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、二つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主。主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者。汚れた唇の民の中に住む者。しかも、私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火箸で取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は消された。アーメン。お祈りします。神様。私たちどう生きていいかわからないものでありました。自分の罪の姿もわかりませんでした。でもいろいろな出来事を通して私たちをご自分の御前に呼び集めてくださること、そして自分に死がないものであるか教え、またあなたが私たちの唇に触れて、私たちを清め、そしてあなたの器としてくださること、心から感謝いたします。今日もイザヤのところを通して、そのことをさらに深く教えてくださいますように。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、恐れと恐れ。恐れっていうのは恐怖の方の恐れと、畏敬の方の恐れですね。恐れと恐れっていうことで、御言葉を取り継いでいきます。歴史の中で何度も人々は本当のあるべき姿っていうのを見失っていきました。何を考えるべきなのか、何をすべきなのか。何が正しいことなのか、誰が正しくて誰が間違っているのか、理性的にあれいろいろなことを持って考えてきますけれども、すべての人はそれを見失っておりました。国家としてどうしていいかわからない、あのことこのことにしたらどうしていいかわからない、まあ経済に望みを置いて安泰な生活をするっていうことが、まあ、差し当たり必要なことだなっていうのは誰でも分かって、そこに集中しますけれども、それすらも確実にうまくいくとは限りません。まあ今、日本の政治も世界もとてもこの激しく動いていると思います。そのような中で、私たちはですね、どのようにしてこう、ね、生きていくべきなんだろうか。今までは自分を中心にする。あるいは人々を中心にして、その中で自分がどう生きるかっていう横のつながりっていうでしょうか。そこで一生懸命生きてきたと思うんですね。でも私たちは横のつながり、横の価値観、横の命、ここから抜け出していかなければなりません。ここからどこへ行ったらいいんだろうか。そこから出発して歴史の中を見て多くの人たちはどこに行ったんだろうか。と考えます。そこで今ここのところのイザヤ書の6章を開きました。6章の1節にウジヤ王が死んだ年のことであるとウジヤ王っていうのが出てきます。ウジヤ王っていうのはどこに出てくるかと言いますと、これは列王記下第二列王記の15章に出てくるんです。第二列王記の15章です。まあ、聖書が違うのでページ数も違うと思いますけれども、ここの最初を読みします。イスラエルのヤロブアムの治世第27年に、ユダのアマツヤの子アザルヤが王となった。彼は16歳で王となり、52年間エルサレムで王位にあった。ここにアザルヤって出てきますね。アザルヤ。これが実はウジヤ王なんです。ウジヤ王っていう王様だったんですね。アマツヤの子、アザライ、アザルヤ、ウジヤ王。彼は16歳で王様を継ぎました。なんと、
最長52年間、彼は王の位にあったんですね。そして南北に分かれた後の722年に、ごめんなさい、南北にですね、分かれて、から、このユダ王国の方です。南半分の方ですね。そして彼は名君と言われました。政治的手腕はすごくてですね、彼の治世、国はものすごく栄えていくんです。ですから、このイザヤ書の3章のところにはですね、贅沢なこといっぱい彼らは蓄えていた。でもそれは取り去られるよっていう予言も出てるぐらいですね、ものすごく栄えた。そして長期政権で安泰安泰。人々はそこでいつ前か楽しく暮らせると思っていたに違いありません。外国から贅沢品を買い求め、そしてこの経済的な取引うまくいく、また周りの国をですね、お金とかなんかにおいて納めることもできる。しかしいつの間にか外国の習慣、外国と貿易するはいいんですけれども、外国の繁栄、それらを取り入れていきます。ずっと見ていくと、エジプトから馬を、あるいは戦車も取り入れました。輸入しました。さらに、城壁を築いて、国を固めていきました。農業も栄えたっていうことが、わかります。いずれにしても、いろんなメニューで、彼は52年間という王様、とても栄えていたんです。まあ、宗教的にも栄えたように見えます。多くの人々が神殿にもう出ていたという記事もありますから、ある面でその面もあったかもしれません。しかし、多くの人たちが神殿にもう出ていたっていうのは、これは表面的な繁栄っていうものに引きずられていってるんであって、信仰かっていうならば、決してそうじゃないんですね。その時代にユダに若い王様の血を引く、まあ、王宮の血を引く一人の人物が現れます。それがイザヤなんです。イザヤっていうのは、この、庶民ではないんですね。とても、この、貴族っていう、まあ、そんなふうに当時言ったかわからない、そういったような人です。でも彼はそこから出てきて、このような繁栄された時代を看破しましていきます。看破していきます。そして彼は、民族と国家の安全は政治力や軍隊の力や経済的な発展ではない。神への依存こそ、これが国家の発展なんてことが気づき始めました。一般的な物質的繁栄ではなくて、永遠的な霊性におけるところの繁栄。巧みな外交でなくして、清き品性。これを持つところの姿。このことを、実はイザヤ書は1章から5章までそのことを書いてるんです。本当に清く生きなきゃならないってことを書いてます。彼の生い立ち、まあ、貴族であったっていうことは言われておりますけれども、これはわかりません。このどこで死んでいたのか、家族がどんな人だったのか、何もわからないんです。そうですね。特に聖書では、預言者たちの生涯はほとんど詳しく書いてません。預言者たちで詳しくわかるのはエリアとかエリシャ、ダニエルも少しわかりますね。あとは具体的に彼らがどこで行ってどこに行ったかとか何をしたかってことは書いていません。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、ダビデ、彼らの場合は行動、まあ、生活の姿を通して彼らの姿はわかります。生涯を通して神様を表していきましたよね。失敗した時もあるし、また回復した時もありました。でも預言者っていうのは、神の言葉を語るものです。神の言葉を預かるんです。それを語っていくんです。自分の生涯、生い立ち、これあんまり関係ないんですよね。神の言葉を語ることが全てであったんです。だから、メッセージ、これが重要でありました。まあ、いずれにしても、バプテスマ・ヨハネが出てきたときに、荒野で叫ぶ者の声であると言いましたね。
そして声っていうのは消えていくんですよ。そして残るのは語った中身が残るんです。預言者は声なんです。ですから預言者は消えていっていいんです。でも預言者が語っている中身は何だったですか？イエス・キリストですよね。ですからイエス・キリストが残っていく。イエス・キリストを残していく。だから、イザヤも本当にこう語ろうと思えば、自分はこういった面でこういった資格を持ってとかですね、いろいろと語ることができたかもしれませんですけれども、自分のことは何も語ってきません。でも、イザヤは一番長く予言をしましたね。とても六十章に及んでいきます。そして、この六章は、その中で彼の姿を実は、とてもよく見せてくれている箇所です。証、本人自身のことも含めて、この六章は語っていると思います。イザヤ書の語るメッセージが何であるかは、ここにキーポイントがあります。自分のことをあまり語らない人が、ある部分だけ語っているとしたら、その部分はとても重要になってきます。それは性別ってことでした。性別。これはもちろん、イスラエルの性別、もちろん必要ですよ。でも、イザヤはイスラエルの性別っていうことを語る前に、自分自身の性別っていうことを神様から問われていきました。パウロはダマスコ途上でイエス様と出会います。お前はなぜ私を迫害するのか。パウロのやっていたことは、キリストではなくて、教会を迫害しておりましたね。キリストって、まあ、イコールでもいいんですけれども。なぜ私を迫害するのか。教会を迫害するっていうことは、私を迫害することなんだ。と言いました。パウロに焼き付いていた思いは、教会とキリスト、これ同じだったということがですね、彼にとってやがて分かってきました。それまでは、ただ、教会をやっつけなきゃいけない。クリスチャンたちをやっつけなきゃいけないと思ってたんですけれども、実は彼がやっつけようとしていたのはイエス・キリストだったんですよね。イザヤ書66巻。これは2つに分かれます。1章から39章。これを俗に第一イザヤというふうな形で呼ばれております。第一イザヤ。そして40章から66章まではよく第二イザヤと言います。ですから40章を見ると、サメよサメよってこの、ごめんなさい、慰めよ慰めよ、我が民を慰めよ、復栄の時は終われりでですね、バビロンからの解放のところから予言が始まります。でも1章からその39章までは、バビロン捕囚っていうのを目の前にしてですね、ずっと語られていくんです。あるいは人によっては以前を3つに分ける人がいますけれども、まあそこまでしなくてもいいんじゃないかと思っています。そして第1部の中心はこの6章にあると言っても過言でありません。第2部の中心は、イザヤ書の53章。52章の13節から53章。清めですね。性別。十字架によるところの性別が中心となっていきます。6章から今読んでるわけですけれども、預言者とはどうして預言者となっていくのかが示されていきます。どこで幻を見たのか。多分多くの人々を神殿で神を礼拝しているときにですね、この幻を与えられたに違いありません。六章の一節から五節まで、ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。なんかすごい聖なるですね、御臨在っていうのをこの感じたようですね。私は、ある時に、一つ幻的なものを感じたことが一回だけちょこっとあるんですね。それはですね、二十歳の時ですけれども、聖書を読むようになって、
でも、いつの間にかですね、なんか挫折しそうになってしまっていたときに、あなたは自分の部屋にと入って戸を閉じて、あなたの神に祈りなさいって言ったんですよね。場所がありますね。そして本当にですね、雨戸を閉めて、戸を閉めて、カーテン閉めてですね、そしてこの、祈ろうとしたときに、これは、そう、自分で想像したのか、幻なのか、言われたらわからないですね。本当にそこに牧場が開けて、なんか誰かが立って、羊がいるような、いないようなですね、そういった姿を私自身は多少経験したんですね。でも、それが神様からのものだっていうことは後でわかりました。自分が変わり始めたからです。ですから、そのようにして、この彼はウジヤ王が死んだ年ですね、これからこの国はどうしていくのか。今まで繁栄して、ある面では自分もその繁栄っていうのを、乗っかってやってきたかもしれない。でもこれからこの国は大変になっていく。そして周りの国もウジヤがいた時には力があったけれども、そうでなくて別になった。あまり大した王様ではなかったんですよね。これからこの国はどうなっていくかっていう、彼自身がとても心配になったんだと思うんです。不安になったんだと思うんです。それで、彼は特別にまた神殿に行ってですね、そこで祈り始めたんじゃないでしょうか。そうです。クリスチャンっていうのは、この成功して安定した中で神様にはあんまり出会えないですね。むしろそうでなくて、どん底の中で、よく言われるんですけれども、どん底の中で信仰を捨てた人はいない。しかし、成功と安定の中で人々は、信仰を捨ててってしまう。黙示録にも書いています。生ぬるいから吐き出そう。って言ってですね、むしろ試練の中にある方が死よってしかないですから、私たちはむしろ信仰深くなっていくかもしれません。祭司は神からしかし、ごめんなさい、その前言わなきゃいけないことあるんですけれども、このウジヤ王はなぜ、どうしたかっていうことが、一箇所見ましょうか。歴代志下26章です。歴代志の下26章。歴代志下の26章のウジヤ王はすごく繁栄しましたね。しかし、彼の霊的な姿を如実に表している箇所があります。それが、歴代志下26章の16節からです。16節から。ところが彼は勢力を増すとともに思い上がって堕落し、自分の神主に背いた。彼は主の神殿に入り、甲の祭壇の上で甲を焚こうとした。とこう書いてますね。ですから彼はですね、自分が祭司になってしまったんです。彼は王になって祭司になる。それは全権を握るってことですね。すべてを握るんです。祭司が祭司としてするときに、王がいたとしても、神がその国を握ってくれる。でも祭司も王も自分になるってことは、自分自身がまさに全部を握るっていうですね、そういったことの中に入っていってしまったんです。イザヤはそのこともすごく心配してたんだと思うんですよね。でも、ウジヤ王がいるときにはまだ国は続いていた。でも、ウジヤ王がいなくなったら、これは神様から罰せられる。この国はただで置かれないっていうことが彼には分かったと思います。イザヤが、このウジヤの王の死は衝撃を受けてきます。王座は空白になる。何としてか分からない。目に見えるものがなくなったとき、自分がどうしていいかわからなくなって、彼は神殿のところに行って主に尋ねました。ところが、ここで、イザヤはですね、困難であった時に、最もいいものを見てきました。イザヤ書の6章に帰ります。ウジヤは死んだ年のことである。私は高く天にあるってこう書いてますね。イザヤは上を見たんですね。上を。もちろん、それは天を見た。そうしたらそこに見えたのはセラフィム。まあ、新教大学ですとセラフィム。
他の聖書ですとセラピムってなってると思いますけれども、まあ、このセラフィムが、しかも燃えるもの、この、そうですね、このセラフィムをこの見ていきます。6つの翼を持ってました。2つで顔を覆い、2つで足を隠す。要するに自分の姿を隠してますね。まあ、天使ですけれども、私が天使だっていう形では表してない。このセラフィムは何を表そうとしているか。自分の足も隠して、自分の口も隠して、そして二つの翼で飛び交って、彼の口から出た言葉は、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、でした。言葉をもう少し変えていくならば、聖っていう言葉は分けるっていう言葉です。ですから、分けよ、分けよ、分けよ、とも聞こえてきますね。そうです。神とあなた、本当に神を神として分けよ、とも聞こえてきます。自分の行動、自分のしたことを姿を通して自己顕示の反対ですね。本当に神だけを見よ、神を見よ。聖を強調している、神を強調しています。それを、があって、イザヤは、はっと自分に気がついたんです。何が気がついたんでしょうか？この国をどうしようかってことを気がついたんでしょうか？あの王様はとんでもない王様だってよくわかったんでしょうか？そうじゃないですね。そうじゃなくて、五節に。私は言った。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者。汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍主を仰ぎ見た。そうです。イザヤが気がつかされたことは自分の汚れ。自分が清くない存在であるということ。それをまずはっきりと彼は見せられたんですね。そして、これは天上の王なる、誠の王なるところの生きて働かれる神。神殿の中に現れる神、神様の本質、清さ、義。そこに神様の御臨在っていうものが表されておりました。溢れておりました。神様に触れた時に自分の姿が分かったんです。まず自分の姿が分かってくる。神の存在の高さが分かった時に自分の本当の低さ、神の清さが分かったときに自分の汚れ、これらがはっきりと分かりました。ですから五節に、災いだ、私は滅ぼされる。私は汚れた唇のものだって言ってですね、彼は自分自身の姿を分かりました。ウジヤ王をですね、すごく批判してた。あんな王様じゃどうしようもならないやって思ってた。でも、ウジヤ王が死んで、自分が神様に立った時に、自分のこの心の汚れ、争いしているところの本当の姿っていうか、自分自身の本当の姿が見せられて、他人事ではなくなったんです。自分そのものが問題であることを示されたんですね。そうです。観念的、抽象的なものではなくて、具体的に彼は言いました。汚れた唇のものって言いました。私たちもそうですね。私たちの一番汚れているところはどこでしょうか？やっぱり唇だと思います。唇は私の心の内側を表現しますね。ですから私たちの言葉の罪。これはまさに私自身の本質の罪。これが言葉に出てきます。私なんかも本当にすぐ批判してしまいます。この総理大臣では、この幹事長ではとかですね。まあなんとか、そういったね、いっぱい出てくるんですけど、じゃあ自分が総理って言われたら何をやってるんだ？何をしてるんだろうか？もう自分の生きることしか考えなくなってるの当たり前ですよね。そのようにして私たちは神様の前に立たなければ、自分の本当の姿を見ることはできません。自分を良しとして他人を責めている姿、
これこそ一番汚れているところの私たちの姿、唇の汚れです。しかし、それが分かったとき、セラピブが、祭壇のところの火から、この、まあ、日本で言うのは炭火と言ってもいいでしょうね。炭火を取って、そして、この唇にですね、ピタッとくっつけてくれました。そうです。火が清めていきます。この火、聖書で言うとこの火っていうのと地、これはイコールに考えていいです。火と地。清めはこの火。火は地。そうですね。このようにしてイコールに考えていいと思います。ですから、天使が私たちにこの与えてくれるのはイエス・キリストの血です。まさに祭壇からの火です。それを私たちに与えてくれて、イザヤは清められてきました。そして私たちも使わせて、この清められます。そして、それで終わったんじゃないんですね。終わったんじゃないんです。6節から。すると、あ、ごめんなさい。見よ、6節の最後に、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。ここで実は終わってないんです。終わってないんです。8節。その時、私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか。誰が我々に代わっていくだろうか。誰が三位一体の私たちに代わっていくだろうか。とも聞こえます。そうですね。その時に、イザヤは言いました。私がここにおります。私を使わせてください。って言ったら、神様が行け。この民に言うがよい。よく聞け、しかし、理解するな。よく見よ、しかし、悟るな。ここにはですね、イザヤに対する神様の励ましがあると思うんです。っていうのは、イザヤが語ってから、イスラエルがバビロンに捕囚になっていくまでに、まだ随分時間があるんです。そうすると、イザヤが語ってみんな聞いてくれない。そうすると、普通がっかりして、ああ、これ神様の声じゃなかったのかな、っていうようなことを思い込んでしまうんですね。失望してしまうんです。でも、行け。我が民に言うがよい。よく聞け。しかし、理解するな。理解できないと言った方がいいかもしれませんね。よく見よ。しかし、悟る。悟ることなんかできないよ。あなたは語ったとしても悟ることはできないかもしれない。でも、あなたはですね、目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心へ理解することなく、悔い改めて癒せることないために、語り続けてなさい。それが無駄にはならない。やがて彼らは、あなたが語ったことかの御心がわかる。自分たちがバビロン捕囚になるってことが神様の救いのために、神が用意したんだ。私の救いのために用意したんだ。それがわかる時が来る。実に、私たちが御言葉を語るっていうのも、すぐ反応があるわけではないっていうことです。でも私たちは語っていくんですよね。その時に神がご自分が与えた言葉に対して必ず責任を取ってくださいます。私たちが混沌の中から出ていく。この世にからに使わされていく。この世に出ていく。恐れとこのいろんなことが交際していくでしょう。でも神様は共にいてくださいます。恐れと恐れ。イザヤは今本当に神様、この現実に恐れましたけれども、神をも恐れました。聖なる恐れ。そして現実に対する恐れも私たちは持たなきゃなりませんね。それは罪意識であり、この世界の罪の姿です。と同時に、私たちは神様の前に立っていって、神をもっと恐れる。この世よりももっと神を恐れる恐れ。これに、この心を注いでいく。神様は、あと何かしてくださるに違いありません。アーメン。お祈りします。天の神様、イザヤのが使わされました。イザヤが語りました。多くの多くの予言を、今私たちはイザヤから聞きました。イエス様が来ること、イエス様が十字架にかかって、私たちに唇に火を触れさせてくださること、
私たちをそこから復活の力を持って使わせてくださること、神様がイザヤを立ててくださったように、私たちもまた小さなイザヤとしてそれぞれの場所で神様の現実を、私たちこの世の姿の罪を知ると同時に、またそれの上にあるところの神様のご計画を知り、そして主と共に歩み出すことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。